アイテム番号、SCP-530JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-530JP はサイト、2081第17収容連2階301収容庫に標準的セーフクラスオブジェクト収容容器に収納された状態で保管されます。コードネーム、アヌビス、は同サイトの衛星棟18号収容医療室にて四肢を固定された状態で保存されています。常時標準的人型オブジェクト収容規則に則った健康状態を維持してください。本人の発言、要望はすべて録音し、研究責任者へ提示してください。説明、SCP-530JP は外見上、下皿天秤のような形をした実体です。構成物質に不審な点は見当たりませんでした。施された装飾は発見された地点と収納されていた木箱の炭素年代測定から算出された年代の文化と全く合致せず、非常に近代的であることがわかっています。SCP-530JP の特異性は両腕の延長線上に人が1名ずつ配置された際に発揮されます。被験者2名が位置についた時、SCP-530JP の片腕は下がり、片腕は上がります。この現象に規則性はなく、199年の実験で区別された左右の皿 A と皿 B ではおおよそ上がる確率は均等1で規則性は確認されませんでした。皿の上下の際、風や重力変化などの外的要因は認められず、動力源も確認されていません。このプロセスが完了し、被験者2名が SCP-530JP の状態を確認すると両腕は元の位置へ戻り、非活性化します。蒸気の状態を確認し、かつ皿の上がった側に配置されていた人間のみ、SCP-530JP の持つ認識災害及びミーム汚染をはらんだ精神異常に被爆します。以下、被爆者、と呼称。被爆者は影響により強い自殺願望に取り憑かれます。この願望及び欲求は記憶処理とミーム処理により改善しますが、自殺者に対する戦争、という形で後遺症を残します。影響を受けた被爆者は自殺や死などに対して非常に肯定的になり、自殺を図ります。この影響は被爆からの経過時間とともに増幅していきます。影響を受けた被爆者は自殺に対する脅迫観念を抱きません。被爆者は自ら死ぬ理由として、死ぬ必要がある、か、死ぬことが自らの利益となる、などの旨を主張します。この理由を具体的に説明するよう促した場合、説明することはその利益を失うことになる、か、教えたいが教えることはできないので SCP-530JP を使用しろ、との旨を主張します。これらの主張から要約されることは、自ら死ぬことで自分は利益を得るが、その利益を他人に教えるとその利益を喪失してしまう、と研究者の間で推察されていますが立証には至っていません。実験記録530、日付2、年3月3日。対象、D4423。インタビュアー、研究員。不起。D4423 エジプト人32歳独身強盗殺人により死刑判決実験14号にて被爆死に対する肯定的意見と自らの死が己の利益となるとの主張から被爆者認定。情報価値が希薄と判断されたため削除。インタビュアー、SCP-530JP の影響に被爆した時感じたことは？対象、喜びだ、歓喜だ。私の皿が上がった時に全身の血液の湧き立つのを感じた。インタビュアー、私の皿、と言ったな、どういう意味だ。対象、それは言えない、言ってたまるか。言ってはダメなのだ。教えてはならない。インタビュアー、必要があれば拷問もする。お前の大好きな死を与えない程度に痛め続けることもできる。我々は疲れない。薬もある。自白剤だって投与する。その前に言うことはないか？対象、ああ好きにするとよい。私を自由にしていい。腕を切り落としてもよい。足を潰して物を救い出してもよい。私を好きにするがよい。だが私は言わないぞ。言えば、何のために生きていたかわからなくなる。インタビュアー、死が喜びか？生きているのは苦痛か？対象、死は喜びだ。生命の輝きだ。命の終わりって美しい。生きているのが苦痛だとは思わない。今はむしろ、生きるのは楽しい。何年も何年も檻の中で飼われるだけ、食べて寝て、朝起きれば私を死刑台に連れて行く看守が来たるかもしれない。そんな恐怖も、今ではいい思い出だ。
そんな経験も、あ、惜しい。苦痛だなんて思わない。インタビュアー。ではなぜ死のうとする？過去にお前は3度の自殺未遂をした。1回はテーブルにくくった服で首を吊ろうと、1回は給仕のスプーンを目に突き刺そうと、1回はここに来たるまでに看守の銃を奪おうと。なぜだ？大将。我慢できないんだよ私は。生きるのも楽しい。だがご褒美は必要だ。お楽しみはどんな生活にもつきものだ。私は強盗しかしたことはないが、仕事をする人間は帰った家での一杯に期待を寄せるのだろう。勉強好きの学生も、休日には遊びに出向くだろう。ふんぞり返ったお偉いさんも、編集済み。それと同じなんだ。生きているのって退屈だ。ただ、続くだけ。こんな勤勉な人間に、死のご褒美のどこが悪い？それも、約束されたご褒美が。インタビュアー。わからないね。もっと具体的に表現しろ。大将。知りたいか？知りたいだろう。俺も知りたかった。いや、こんな事実、世界中の人間が知りたがるに決まってる。こいつの、いや世界の、すべての、この、これがすべてだ。お前らごときは何もわかってない。起源特性その先だがね、これは最後の問題じゃない。そうだ、これが何かなんて、とてもとても、最後の問題ではない。問題はその先だ。知りたいか？お前も試せ、そうすればわかる。終了報告書。対象は SCP-530-JP の核心かそれに類する情報を被爆時に得ていたように見えます。態度も被爆以前とはまるで異なっており、これらは SCP-530-JP のミーム汚染にあると考えられます。対象はインタビューにおいて興味深い発言を繰り返しています。後に行われた拷問では対象の 69% の身体喪失と960時間に及ぶ神経刺激物質と3400リットルのクラス SA 自白剤に対してもインタビュー以上の情報を口にすることはありませんでした。財団への忠誠の深い人物による被爆実験を検証する必要があると考えられます。研究報告530、日付2、年3月10日。対象、D4423。実施方法。対象から脳を摘出し分析する。研究は処置博士が担当。結果、通常、摘出された脳からはストレスを示すホルモンが大量に分泌されます。死への恐怖からこのような状態に陥りますが対象はこれらの反応を示しませんでした。原因は幸福を促すホルモンが多量に検出されたためでした。対象の記憶にはカルテに記された情報とほぼ同じ内容が存在しました。一部の記憶は改変されていましたが非常に古く、健忘の域を出ません。D4423 の祖父が亡くなった際の葬儀の記憶、また死刑判決の要因となった強盗殺人の記憶に関しては感情の起伏に対する保護記憶が働いていました。D4423 はこれらの出来事で何を思ったのか詳細に思い出すことはできなかったでしょう。SCP-530-JP に関しては明確な歓喜と同時に、反対側の D クラスに対する強い哀れみと優越を感じていたことが明らかとなっています。歓喜の原因と、SCP-530-JP が被爆者に何をもたらすのかに関しては欺瞞記憶が多数に存在し核心部分は強固な保護記憶により閲覧は不可能となっていました。分析。SCP-530-JP は脳科学の分野において、特に脳記憶に関して強い理解があるようです。通常の記憶保護と異なり、SCP-530-JP は被爆者にだけ記憶保護を通して記憶を閲覧させる権限を付与し、脳分析のような外的要因に対しては強い保護を見せつけるような保護をもたらしていると考えられます。以上のことより、精神鑑定や記憶干渉などのアプローチは無意味と結論できます。実験記録530、日付2、年3月15日。対象、研究員。インタビュアー、スレイマン博士。不起。研究員エジプト人42歳独身上記インタビューの後、被爆実験への志願にて被爆。自らの影響を熟知した上で死への肯定意見を抑えられないとの胸から被爆者認定。インタビュアー、具合は？対象、健康状態も精神状態も安定している。実験の症例は D クラスという固有の過去を持った人間フルの特質だと思われる。インタビュアー、そうか。まず、皿が上がった時どう思った？対象、それは D クラスたちの言う通りだ。確かに嬉しかった。なぜかもわかってる。
どんな人間でもあれを見たら飛び跳ね寝て喜びたくなる。ある種の優越も感じた。その、下がった相手に対して、俺は良いんだ、と思えた。なぜかもわかってる。例えるなら、ああ、ダメだ、言えない。インタビュアー、落ち着いて、ゆっくりとでいい。言える言葉で表現してくれ。対象、ああ、すまない。そうだな、例えば、スレイマン、お前子供いたよな？インタビュアー、ああ、息子が二人。対象、そうか、よし、ちょっと待てよ。お前の子供が片方事故にあったとするだろ。それで病院へ運ばれるけど臓器の移植が必要になると言われる。腎臓だ。移植しなければその子は死に、移植すれば一生透析が必要な子供を二人育てることになる。お前は選択を迫られる。で、お前はどうする？インタビュアー、そうだな、移植を頼むよ。対象、そうだな。そして移植は成功し、奇跡的なことに拒絶反応を起こして死ぬんだ。ドナーになった子もそのまま肝臓返しして織田仏に。そう、そういう感じだ。インタビュアーは？対象、あ、そうか違う、今のは忘れてくれ。私の受けたミームを先弟子が肯定的な事実に塗り替わっているらしい。普通は違うな、逆だ。二人とも奇跡的に回復して透析も必要なくなって健康になるんだ。インタビュアー、なるほど。つまり、確信していた絶望から一転して救われる、と言いたいんだな。対象、クソ、それが間違った解釈か正しいか答えることもできない。すまないがそれは任せる。インタビュアー、ああ結構だ。私の予想だが、死ぬことが否定から肯定に変わるということは仏教でいう下脱を意味するんじゃないのか？対象、それも、答えられないな。私の中の理性はイエス可能で答えようとするのだが口先でそれが邪魔される。おそらく反射的に答えになるようなワードを抑えているのだろう。伝えたいが、ああ、クソ。対象、考えがまとまらなくなってきた？研究のために役立ちたいんだがそれが邪魔されるし私自身もそうしたくない感情が湧き起こる。もうどうしようもない。インタビュアー、わかった。では、研究に何か違う角度でも良い、アドバイスはないか？対象、言葉が見つからないが、そうだな、SCP-530-JP の外見から判断もできそうだ。関係のありそうな伝承から、畜生、そうだな、建物とか、人だな。外見の年代ではなく発見された場所から推測するのが最もわかりやすいと思う。インタビュアー、ありがとう。対象、あと、一つ頼んでもよいか？私を記憶処理もミーム処理もせず保管してほしい。時間の経過で何か私から引き出せるかもしれない。おそらく痛みは関係ない。強力な自白剤と死と結びつけるための恐怖を誘発するホルモン剤が良いだろう。死を恐れれば、何かわかるかもしれない。だが、忘れないでくれ。私は今や被爆者だ。SCP-530-JP の真実か被爆者、つまり私の運命に対する真実を守るためにわざと見当違いのアドバイスをしているかもしれない。おおよそ嘘と思ってもらって構わない。気をつけてくれ。終了報告書。過去に行われた D クラス被爆者への調書よりも有益な情報が得られたのは間違いありません。強い財団への忠誠心や研究意欲は SCP-530-JP の影響に無力なようです。対象の証言からは仏教における下脱や黄泉の国といった概念が受け取れますが事実は不明です。また、発見地の調査から不審な点は見つかっていません。研究員は現在当人からの要望によって策定された交流尋問プロトコルを受けています。彼には研究対象としてコードネーム、アヌビス、が割り当てられています。